ートしました。優勝戦の第12レース、あまり差のないスタート横一線、一周1マークの攻防。さあ今週の逃げを見せるか、1号艇の吉田、差しのハンドルは2号艇の太田和美、バックに出してくる5号艇の山崎智也、バックスレッジ1号艇の吉田に食い下がる2号艇の太田和美、スタートは前提正常でした。さあ1番の吉田敏彦、2番の太田和美、2番1番のトップ争い、その後ろに5号艇の山崎智也、直線コースから1周2マークの攻防へと移ります。2号艇の太田が先行する、5号艇の山崎の外一回、1号艇の吉田敏彦届かない、2番の太田和美、2番の太田が先頭です。